はい、ランニング食堂です。今日はテンションが高いんですけども、とあるものを買ってきました。風呂上がりでタオルを首に巻いてね、もうマジでホームビデオかっていう感じでね、部長の動画とは全然質が違うんですけど、まあそれもそれぞれのチャンネルの良し悪しというような感じで、ぜひねどっちも楽しんでいただければなと思います。というような前置きは置いておいて、買ってきたのがね、こちらドン、ステップスポーツさんでとあるものを購入してきました。さあ、まあ、このサイズって言ったらもう分かりますよね。シューズです。はい、シューズを買ってきました。何を買ったかというと、向き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 、こちらナイキですね。ナイキのシューズを購入しました。ナイキのシューズ、何を買ったか、何を買ったと思いますか皆さん。今日ですよ、今日は9月4日ですよ、何を買ったかというとですね、こちらパカということで、ドーン、ドラゴンフライですね。ドラゴンフライを手に入れてしまいました。なんとね、9月4日、本日9月4日なんですけど、なんかステップスポーツさんでゲリラ的に、発売緊急入荷したっていうことで、ツイッターの方でそのタイムライン流れてきて、なるって感じでね、急いで、もうここね、僕ね田舎に住んでる、久喜の田舎に住んでるんで、近くで言うとステップスポーツの大宮店なんですけど、そこまでねめちゃ結構ね遠いんですよ。で、気づいたのがお昼過ぎだったので、1時ぐらいだったかな、1時ぐらいにステップスポーツで緊急入荷ってことをツイッターのタイムラインで見たんですけど、息子でもう急いで行って、ドラゴンフライ入荷したのって思って、急いで、バス乗って電車乗り換えて、大宮まで行って、なんと 26.5 のみあるってことで、 26.5 っていうのが僕のマイサイズなんですよ。僕のマイサイズだけあって、でもうラスト1足だったらしいんですよ、 26.5 が。あ、でちなみに一応 28.5 か、 28.5 より上はありますよみたいな感じで店員さんはおっしゃってたんですけど、僕の後に入られてきた方に対してね、もう本当にね僅差でしたね。もう本当にね、もう全ての移動中は早歩きですよ。もうこの1秒で僕より一歩前に店頭入って、ステップスポーツ入って、ドラゴンフライ 26.5 手にしてたらどうしようとか思って、もうめちゃくちゃ早歩きで行ってたんですけど、まあなんとか購入することができました。ステップスポーツさんもなんかあんまりこう告知はしてないっぽいですね。ツイッターで告知はしてたっぽいですけど、店頭には並べてなくて、もっと奥に店の在庫の方に置いておいて、ドラゴンフライないですかって聞いたら、サイズ何センチですかって聞かれて、まあ、26.5 ですって言ったら、あ、そのサイズだけありますみたいな、あとは大きいサイズしかないんですよみたいな感じで言われてて、うん、で僕が試着してる時に2人組の方が入られてきてて、でその2人組の方が、まあ、僕とほぼ背丈同じぐらい、まあ、ちょっとなんか体格が良かったんですけど、まあ、身長同じぐらいの体格の良さ、あれもしかすると転売なのかな、わかんないけど、まあ、その疑っちゃよくないね、まあ、おそらく、まあ、陸上愛する方だと思うんですけど、まあ、その方が、ドラゴンフライありますかって来てて、で、サイズは何がありますかって聞いてて、もうあと 28.5 より上しかないんですよねみたいな感じのことを店員さんおっしゃられてて、セーフって感じですよね。僕と体格というか身長同じぐらいだったんで、おそらく僕がワンテンポ遅く入店してしまってたら、電車の途中で降りてうんこしてしまってたら、私はこれを手にすることはなかったというような感じで、本当にねもう全てが噛み合ったおかげで僕の元にこのドラゴンフライが届いたというような感じで、いやー本当にありがたい。もうね、僕はねこれを履いてね、もう来週からマルオカップ、9月11日がマルオカップなので、あ、これこの動画上がる頃にはまだね、ギリギリこの動画上がる日の夜11時59分までマルオカップ申し込みできますんで、そちら申し込みしていただければなと思うんですけど、僕はこちらのシューズを履いて9月11日マルオカップがあるんですけど、まあ、そこをシーズンの初戦としてマルオカップ日体大記録会、東海大記録会というような感じでトラックレース走っていって、目標、まあ、最低14分30切りですね。ここら辺でサクッともう自己ベストは更新しておきたいなというような感じと、まあ、あとは
最大目標は14分10秒というような感じで、4分10秒っていうとね結構レベルは高く感じるんですけど、狙える範囲じゃないかなと個人的には思ってるので、そこをしっかりとこのシューズとともに狙っていきたいなと思います。でね、部長も言ってたんですけど、これね履けば履くほどやっぱ馴染んでくるんで、来週の練習で1回履いてみようかなというような感じですね。で、マルオカップ履いてニッタイ履いてって感じでやっていきたいなと思ってます。はい、1足目のドラゴンフライどうするかっていうと、あれはね一応練習用にしようかなと思ってます。強度の高い練習用で、これをレース用にしたいなと思ってます。まあ、そんな感じでちょっと使い分けていきたいなと思ってます。本邦初公開の、私のデスクなんですけど、ちょっと散らかってるんですけどね、まあご容赦くださいというような感じで、どこ見たいですか？どこ見たいですか？じゃあまずここ見ます？ナイキズーム X がこんな感じなんですよ。はい、でスウォッシュマークが外側がなんかなんて言うんだろう、こうクリップみたいな文字になってる、クリップみたいなこうグニャグニャってなってナイキのスウォッシュを書いてますね。で内側は黒にネオンカラーで、ソールは赤色ですね。これオリンピックカラーって言うんでしたっけ。うん、まあ、白に、赤色というような感じで、確かにね日本の国旗かのような、日本の国旗の色みたいな感じですよね。で、はい、こちらここに穴が開いてると、これね確か聞いたところによると、ここあのかかとがこうペコって出てるじゃないですか、大体あれなんて言うんだっけ、忘れちゃった、なんていう骨だったっけな、まあ、そこにこうぴったりフィットするように、まあ、こうあれね硬いのが入ってるんで、ここにベコって出てるのがあると多分足がこうベコって出てるんで、骨的にね、まあそこに合わせてしまうとフィットしないし、まあ、こうあんまりこう急にしちゃうとそこにベコって出てるところは痛くなるってことで、多分ここ開いてるんだと思います。はい、シューレース見ます？こんな感じです。シューレースはですね、このほどけにくいシュー、あの紐を採用されてるみたいですね。このボコボコなってる紐、これね結構ほどけにくいっちゃほどけにくいっす。いい感じですねこれは。はい、ソールはね外れない、うん、まあ外れないタイプのソールですね。もう一体化してるって感じですね。ソールはピンク色ですね。いやいいね、真っ白っていうのがね僕あんまり好きじゃないんですけど、まああの黒の色ってめっちゃいいよね。あれなんかドラゴンフライって今まで暗系の色って多分黒緑初期に出てたやつぐらいしか出てないですよね。あれ持ってる人ほんといいなと思うんですけどね、あの色ちょっと再販しないかな。はい、そんな感じの、シューズでした。あ、で確かこのドラゴンフライとかこのアルファフライとかベーパーフライ、この辺のシリーズまた新色は出るみたいですね。何色って言うんだっけ、あれ黄緑っぽい、薄暗い緑みたいな、深緑というか黄緑というか、なんかそういう絶妙なお色が出るんですけど、出るみたいなんですけど、まあ、それが出てくるとまた多分ドラゴンフライも発売されると思うし、まあ、今回のこのオリンピックカラーも再販してるってこともあるので、まあ、だんだんこう皆さんの手に行き渡ってくるんじゃないかなと思うので、うん、ぜひ、まあ、ゲリラだったので買えなかった人とかもいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、多分これからどんどんナイキさんはねランナーのために製造ガンガンやってね、販売してくれると思うんでね、待ってみてもいいんじゃないかなと個人的には思います。もう今日はね僕はこれを見ながら晩酌したいなと思います。まあ、今回やっと買えたというような感じで雑談動画にしたというような感じで、今日もご視聴ありがとうございました。